パワーファイブが一個もない。まだ来ないね。ドライバーは悪いの？腕悪いの？私ずっとやりてるよ。早いな。早いな。ずっと左ですよ。せいくんの今使ってるドライバーの話をちょっとしたいと思います。はい、今去年と変えてゼクシオに、はい。はい、うん、変わりましたね。しかもレディース、今レディースです。去年まではジュニアのクラブ、ジュニアの、はい、US キッズというところのクラブを使ってました。小学校1年生になってくるとやっぱりちょっと距離も出てくる、うん、やっぱりある程度しっかりこう大人のクラブをシャフトとかも使えるようにした方がいいっていうアドバイスを受けたので、いや本人も飛ばしたいっていう気持ちが強くなってきたので、はい、最初はでも大変でした。そうですね、最初はやっぱり重かったり長かったりっていうので捕まえるの大変でしたけど、1週間ぐらいかな。1週間すぐ慣れるの。すぐ慣れたね。そうですね、慣れたね。すごい。とにかくフェアウェイに。これビューティーでも難しいね。しっかり踏ん張って。やや性しっかり。4番でも良かったかもね。いや、4番は多分絶対入らない、このクラブ。せいくん、このホールはバンカーが2つあります。どうマネージメントしましょう？バンカーの手前に落とす。手前に行く？じゃあ、バンカーとバンカーの真ん中、あ、真ん中間ね、間ね、バンカーと、このバンカーは越えるクラブで行くってことね。 OK。 これでもバンカーになっていくと、せい君、もしかして行くかもしれない。なんで言うていくの？アイアン6番。え、じゃあ一回打ってみる。え、一回打ってみる。バンカー入ってもいいよ。いい？お、越える越える。ちゃんとバン、え、飛びすぎた、飛びすぎた。セイ君飛びすぎちゃった。ナイスショットすぎた。グリーン狙ったのに、うん、もうちょっと左だったら乗ってた ね。まあでもバンカーショット見れるからいいじゃん。いいよいいよ、セイ君のバンカー見たい。お、よかった、うまく出た。ラフが深い。え、5月ってこんなにラフ深かったっけっていうぐらい深いんですけど。夏が恐ろしい。バンカーで気をつけてることはありますか？すぐ見ないと。はい、セットアップね。パパにおもちゃ買ってもらう。それか。何が欲しいの？ニンテンドースイッチ。え、ニンテンドースイッチ。家にスイッチいっぱいあるじゃん。ない。あるって。ない。あるじゃん。
ない。あるでしょ。電気のスイッチ。電気のスイッチ。いっぱい押してるじゃん毎日。すごいギャグが上手だね。ねえ。そっちのスイッチ。それでいいんだもんね。やだ。なんで。面白いね。お、このパワー5は短いよ。ここはラッキーだよ。ここはバーディーチャンスだよ。また鉄塔方向でいいかな。ナイスショー。ナイスショー。あれは安定だよ。不満、不満です。不満そうです。フィニッシュは不満。惜しい惜しい。惜しい惜しい。左。OK。最近の練習量はどれぐらいね。毎日毎日。どんぐらい？毎日。毎日。うん、毎日だいたい何球ぐらい打つんですか。百。素振りは？ぐらい？140。140ぐらい。そうなの。パフォーマンス知らんかった。そんなに？学校終わってから、学校終わってパパが帰ってくるまで家でずっと遊んでる。パパが帰ってきたら一緒に夜練習に。さあ、うん、たまに妹もついてくる。そうなんだ、ね、最近 ね、 最近ね、うん、見る見るインスタグラム、うん、妹センスある。うん、うん、いいねいいね。じゃあいつか兄弟で回る日も近いね。回る。パパのお金がなくなるよ。そういう心配も、そういう心配もするようになった。いい、いい息子さんですね。かわいいね。おへそ上げたらダメよ。前傾で左。ナイスショー。ありがとうございます。よいしょ。いいね。あ、ピン左なんだ。低めに出せるかな。あ、うまいぞ。あ、うまくれた。はい、そうそう。オッケー。ありがとう。いいじゃん、調子いいじゃん。お、いいんじゃない。どうだ、止まる。ナイス。あー、いいよいいよ。あー、斜面。しょうがないよね。斜面。手前、斜面。あ、でもでも、見えてる。あそこしかないと思う。チョップ行って。え？登り？ナイスショ、完璧。私もあれが打ちたい。めっちゃ良かったよ。ナイスショ。弾道よし。ナイス。イエーイ。お、いいじゃん。取れた。ナイスショ。あやかった。ロノスピ君のおかげだよ。いいボール見てくれたから。せい君は最近変わっている練習
方法とかありますか、スイングで。うーん、何かにしてる感じですか。そうですね、週1レッスンはありますね。今何を気をつけたレッスンやってるの。右足をどうする。下げない。下げない。ヤードです。下がっちゃう時がある。アドレスで。アドレスで。そうです、アドレスで。右足が下がっちゃう。ってことはちょっとクローズに構えちゃう。そうなんですね。なるほど。それを今ちょっと直してみたいな。前は出すぎてたんで下げたんですけど、顕著に下がりすぎて。なるほどね。もうすごい忠実。忠実なのに。4番打った。小木田さんね。久しぶりに打ったけどな、4番。やっぱ4番の方がいいんだけど。うん。やだ。いいじゃん。これ毎回始まるから、子供たちも。甘えん坊ちゃん。ゆうみちゃんも、パパ、ラッコもワンプして。甘えん坊やの。仲良しですよね、めちゃくちゃ。センスケ、そうですか。はい。仲良し、パパと。うん。めちゃくちゃ好きじゃないですか、もう。パパっ子、ね、半端ないですよ。パパのこと好き？うん。パパとママどっちが好き？ママ。なんじゃ。なんでやろ。おー、いいよ。いいじゃない。お、ツーオンじゃん。おー、とりあえずオッケー。イーグルトライだよ、ゆっこ。あら、近い近い。ナイス。トライした。よかったー。ナイス。ありがとうございます。テイクイーグル取ったことある。なんかチップイン。チップインぐらい。すごい。チップインなんだ。3回ぐらい。ホールインワンある。ある。あるの。すごい。世界ジュニアの連覴で、試合でやってほしかったんですけど。すごい。111ね。右足先気をつけて。プロみたい。ちょっとプロみたいに。まあチップインがあるよ、ね、そこから3パットは絶対ダメです。いや、あるからね。ゴルフやめるレベルのショックさ。でもあるからね。入れたくてね。気持ちがってバーン。またまた。やー、惜しい。ただいま。惜しかった。惜しいね。惜しい。でもどっちでも嬉しい。早い。パパにおもちゃ買ってもらえない。40後半じゃないかな。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。よろしくお願いします。せいのすけくん、うん、なんとあのリンゴルフオープン岩村カントリー、7月28日に選手として出場します。おで、岩村カントリーの会場ではさまざまなイベントを用意しておりますので、詳細は概要欄とかコメント欄とかから見てぜひご参加ください。せいのすけくんインスタグラムもやってますので、ぜひチェックしてフォローもしてください。お願いします。めっちゃ勉強になると思います。本当にお願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。